改め110月16日から1980年10月10日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍大佐。香川県出身。高松中学校を経て1921年7月海軍兵学校を卒業。翌年5月に海軍将尉任官。海軍水雷学校高等科を卒業し、駆逐艦、秋風、吹雪。 原崎の各水雷町、水雷学校教官などを経て、1933年11月、海軍少佐に進級。駆逐艦、夕凪、長月、綾波艦長などを歴任し、太平洋戦争を駆逐艦、天津府艦長として迎えた。第27駆逐隊司令を経て、1943年5月、海軍大佐となった。水雷学校教官、 県川田の警備隊司令を歴任し、1944年12月、第二水雷戦隊機関刑事務艦館、矢作館長に就任。1945年4月6日、県1号作戦に参加し、戦艦、大和及び第二水雷戦隊所属の駆逐艦発石とともに、沖縄へ出撃した。4月7日、某の岬沖海,海戦で、 アメリカ海軍第58任務部隊の空襲により、矢作は撃沈されたが、同艦座上の第2水雷戦隊司令官、小村慶三少将と共に生還した。その後は、河田な突撃隊司令を経て、第31突撃隊司令として、終戦を迎え、同年11月、予備役に編入された。ありがとうございます。